福岡市は今日中央区東治町のこども病院跡地を再開発する事業者を積水ハウスと福岡大学に決定したと発表しました敷地面積はおよそ1万7000平方メートルでオンライン診療や AI の画像診断などができる内科総合病院と健康診断機能を備えた健康プラザマンションなどが計画されていますまた地域の交流スペースとなるガーデンやコミュニティハウスも整備されます ウェル・ビーイング・・ガーデン・シティは2027年の春の開業を目指しています。